マヨあえを作りました。いただきます。シャキシャキ食感、さっぱりとした和え物です。マヨネーズでみょうがの香りも優しくなり、ちくわのうまみと合わさってとても美味しいです。皆さんもぜひ作ってみてください。
とサバの混ぜご飯を作りました。いただきます。みょうがと大葉の香りが口の中で広がります。とてもさっぱりしています。暑い夏でも香り爽やかに美味しく食べられます。皆さんもぜひ作ってみてください。Thank you.
みょうがの豚肉巻きフライを作りました。いただきます。お醤油です。絶対醤油で食べてください。火を加えることでみょうがの香りが口の中で際立ちます。ところどころみょうがのシャキシャキ感が残っていて、柔らかいネバネバしたオクラとよく合います。とても美味しいです。みょうがが主役になれる一品です。皆さんもぜひ作ってみてください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。